バルフのキルヒガッセバルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区のラインガータウヌス軍に属す、町村である。この町は、ワイン作りの町である。バルフは、タウヌス山地の南斜面、ラインガワ北岸のバルフタールに位置している。この町は、ラインガウの最も東に位置する町である。ラインガウの門とも呼ばれる、バルフは、北と東は、 軍独立シビースバーデンのフラウエンシュタイン地区とシールシュタイン地区、西はエルトビレアムラインと境を接している。南はライン川がラインラントプファルツ州の町ブーデンハイムとの町境をなしている。バルフはニーダーバルフ地区とオーバーバルフ地区からなる。バルフは770年にウォールタフという表記で初めて文献に記録されている。 この頃からワイン製造が営まれており、これにより、バルフはラインガウで最も古いワイン製造の町である。ここから、マインツ大使教領によって設けられた、ラインガウアー・ゲビュックが始まる。これは、隙間のない池垣からなる国境防衛線である。バルフをラインガウで最も重要な街道が通っていた。 この街道は、その形からパン焼き用と呼ばれた頑丈な門でゲビュックを通っていた。このことから、バルフはライン川の門と呼ばれる。11世紀に村の高台にもう一つの集落が形成された。この集落は、独立した村、オーバーバルフとなった。ライン川沿いの古い村はこれ以後、ニーダーバルフと呼ばれるようになった。 現存する、最も古い770年の文書に記録された、ウォールタフが、ニーダーバルフを指すのか、オーバーバルフを指すのかは明らかでない。ニデン・ウォルドフは1304年から登場する。もともとは、バルフの東側の村が、現在のヨハニツ教会跡やトゥルム城を囲んでいたのだが、12世紀に、マルティンタールなどと同じようにラインガウアーギュビュックで、 守られた西側に移動したのであった。これによりニーダーバルフはラインガウのマインツ選定工業部分に属した。1803年の選定工業廃止後この村はナッサウウー人園工業となり、ナッサウ広告時代にはアムトエルトビレに属し、その後はラインガウ軍に属した。ナチ政権時代、ニーダーバルフのビルデハグルマ工場はオーバーバルフの旅館。 グリューナーバルトに女性強制労働者の企業収容所を設けていた。1953年4月1日時点でこの収容所には16人の女性が収容されていた。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年10月1日にニーダーバルフとオーバーバルフが合併して新たな自治体バルフが成立した。ヘッセン州自治体法に基づくオルツ別威力は、 設けられなかった。1988年12月15日、激しいガス爆発がこの街の住宅地を揺るがした。原因はガス供給網からのガス漏れで、スイッチの故障によって遠隔供給網から高圧のガスが送り込まれたことによるものであった。この爆発で二人が死亡し、多くの人が負傷した。約200人の住民が数日間の避難生活を余儀なくされた。 ニーダーバルフの中心部は、ひどい洪水に何度も襲われた。最も水位が高かったのは、小順に、1995年1月、1970年2月、1988年3月であった。ライン側に近い家は、何日もの間、消防団が一時的に作った簡易的な橋や、ゴムボートを使わなければ行くことができなかった。 ゼンサス2011の調査結果によれば、調査日である2011年5月9日のバルフの人口は5542人であった。このうち外国人は361人で、159人が EU マイナス県内、128人が EU 外のヨーロッパ人、79人がその他の国であった。住民は2685個に住んでいた。 このうち944個が単身世帯、769個が子供のいないペア、732個が子供のいるペア、194個が多世代世帯、47個が共同生活世帯であった。1578人が福音主義信者、2075人がカトリック信者であった。 バルフの町役場2021年現在、バルフの町議会は25議席で構成されている。ヘッセン州の自治体法によれば、主張は、バルフの場合主張と7人の名誉職の委員からなる、調整委員の代表者である。ヘッセン州では1993年から6年ごとに、直接選挙で主張が選出される。2021年1月1日から無所属のニコラス、 シタブリディスが町長を務めている。彼は2020年11月1日の選挙で町長に選出された。過去の町長を列記する1971年11月8日に当時ラインガウ軍に属していたバルフは以下の図柄の紋章の使用に可された。図柄赤字と銀字に上下に分割。上部は十字で結ばれた二つの銀の輪。 ブは逆の配色で書かれた W の文字。バルフは、ミヒャエル・アピッツの漫画、カール・シュペート・レーゼライターの登場人物の故郷である。バルフヨットー・ゼーゲルクラブ・ラインガウは、バルフを本拠地としている。このクラブには、約300人の会員がおり、その約1、3が有限と部門に属すジュニア会員である。保有するボートは、大型から小型まで含めて、 約180層で一部はヨット港の桟橋に係留されている。このクラブは1900年に設立された。FSV オーバーブルフと SG バルフの二つのサッカークラブとトゥルンシュポルトフェラインバフルがバルフにある。二つのサッカークラブはライン川沿いのヨハニスフェルトのスポーツ広場を競技場として利用している。TSV バルフは2015年に トゥルンフェライン・オーバー・バルフ・本線1908、トゥルンフェライン・ニーダー・バルフ・本線1908、ブライテン・シュポルト・フェライン・バルフが統合されて成立した。福音主義ハイランツゲマインデには、ライボーダイセブン隊のボーイスカートグループと、青年集会所、プロジェクト H がある。バルファー・ブルフ自然保護区の、コーノトリバルイコール・シールシュタインとの間に、ニーダー・バルフ自然保護区とシールシュタイン浄水場の、 水質保護区がある。1970年代からシールしたインコの鳥、共同体はバルフやその周辺の芝志港をここに再び定住させた。トゥルム城シトゥルム城、バルフは770年に初めて文献に記録された。ニーダーバルフのトゥルム城の建設の歴史は分かっていないが、1931年から1932年の発掘によって、 トリュンマーベルクのふもとから小貴族の城塞施設が出土した。アンハイロの地層から数多くの陶片が発見されており、9世紀から10世紀のものである可能性が示された。鉄の精錬、加工の痕跡も発見された。発掘調査で示されたように、オビクルワを有するトゥルム城は以前からあった集落を守るためにその中に建設された。 発掘により壁跡と大きな建物の基礎が発見され、この施設は1100年頃に西側に拡張されたことが示された。ツールーム城はかつて重要な場所を監視していた。この城はラインマイン地方に広く見られる一連の組織化された会の城塞の一つであった。バルフ付近で大きく曲がった後に再びまっすぐに流れている。 ライン川は、見張りのものに両方向への視界を提供している。タウノスやラーン地方からの交易路はここで、ライン沿いの街道と交差し、渡し場を経て、南に続いていた。バルフの西境に建設されたケーニヒスゾンダーガウの、橋に位置する集落は、後の歴史の中で、ナッサウ博の霊園となり、リンダウアーゲリヒトに組み込まれた。城の大きさは 11. 60 60、11.609.60。 メートルの四角形であった。壁の厚さは2.20メートルから2.30メートルあった。塔は段階的に階層を緻密に積み上げたクスマウアーベルクである。最下層は洪水による危険性が高い場所であるため重点物が詰め込まれていた。東に向かって長さ約17メートルの堀のある防護壁が伸びていた。この城は1200年頃に廃城となった。 ヨハニス教会やとヨハニス教会ツルム城近くのヨハニス教会は10世紀にロマネスク様式のザールキルヒエとして建設された。北の側廊の拡張と北及び東の開港もロマネスク時代に行われた。この教会は防衛施設に組み込まれていた。14世紀に住民たちはバルフバッハ湾のゲビュックの保護地区内に撤退した。その後この教会は 完全に消失した。15世紀にゴック様式の新しい教会堂に建て替えられた。北壁には古い教会の壁が取り込まれた。30年戦争でスウェーデン軍が司祭館を焼き払い、教会を荒らした。教会は修復された。17世紀にはこの教会で礼拝が行われ、納骨室が示す通り埋葬が行われ、生体の祝日のパレードが行われていた。 10世紀に建設されていた町の中心部にあるアーデルハイトレ拝ハイ堂の拡充によって18世紀初めにこの教会は重要性を失った。ヨハニス教会の脇祭壇や主祭壇は宣令社聖ヨハネに建造された新しい教会に移された。1773年にはまだ司祭がヨハニスフェルトの教会維持を主張していた。戦争により貧しくなったことから ニーダー・バルフは、ナッサウ政府に19世紀初めに、教会の取り壊し許可を請願した。しかし所有権が紛糾したために許可は得られなかった。教会はゆっくり特地でいった。この教会は、ナヤ、ヒムロ、家畜小屋として使われた。1960年代に、バルフの住民たちは荒廃した広場の草刈りを行い、維持、保全策が協議された。現在ここは礼拝と、 文化行事に利用されている。バルフの調整当局はその歴史的重要性を考慮して2001年にこの広場を新たに整備した。キルヒナー水車ブーク水車、バルファーミュールクラーベンソイの数多くの給水車がこの町のかつての経済発展を物語っている。バルフ町内には幼稚園が3園ある。このうち2園がニーダーバルフ、1園がオーバーバルフに位置している。 バルフには基礎家庭学校のバルタールシューレがある。これよりも上級の学校は近隣のエルトビレやビースバーデン及び外ンハイムにある。ブロックフース本社町内のニーダーバルフの北マルティスターラー通り沿いに連邦道 B42 号線に接続する産業地区が開発されている。この地区は数年間で集中的な成長を遂げた。 多くの主工業企業やサービス業者のほかに、全国的あるいは国際的に知られる企業も、バルフに本社を置いている。バウアーメディアグループの子会社である、ビュフェア・ラークス・ニョーオン・ケージ IQ ・カンパニー・エ g ジー、スパイスと食品添加物のメーカーである、バンヘイス・ GMBH、エンゲル・エレクトロ・モトレン・レミエ g ジアメリカのフンツマン・コンツェルンに属す科学企業、ブロックフースなどである。 バルフのライン下半のワインスタンドバルフは、他のラインガウの市町村と同じように、多くのワイナリー直営店や居酒屋がある、ワイン作りの町である。ブドウ農場は、クトゥスベルク、ランゲンシュティック、バルケンベルク、ゴッテスワッカー、オーバーベルク、ベルクビルトがある。主に、リースリングが栽培されているが、シュペートブルグンダー、バイスブルグンダーや、その他の種類も栽培されている。 バルフのワインは傑出した品質を持つが、知名度の店では隣接するエルトビレアムラインの陰に隠れている。有名なワイナリーとしては、ボネット、ベッカー、メール、ルスラー、シュバイベヒャー、アルネット、クレルナウントエルベン、シェラー、ブークがある。これらの一部は直営店や居酒屋を営業しており、ワインや典型的なラインガウ料理が供されている。ニーダーバルフ駅、バルフは、 ライン川右岸のコブレンツ、ビースバーデンルート上に位置している。ニーダーバルフ駅には1時間ごとにフランクフルトアムマインとノイビートとを結ぶビアズ社のレギオナルバーンが発着する。同じくライン川右岸を連邦道 B42 号線が通っている。この道路は東の町境でアウトバーン A66 号線に変わる。B42 号線からタウスネス山地に入る。 b 2 6十号線が分岐している。シールシュタイン橋が閉鎖されたため、2015年2月19日から4月24日まで、ライン川を渡って、ラインラントップファルツ州のブンデンハイムへ行く、カーフェリーが運行していた。ライン川の下半を自転車道が通っている。ドイツ語、ヤバックは、樹木や坂も木などで国境を守る六歳を意味する。地区代表や地区委員会を有する行政地区。 ドイツ語、ガスマウアーワーク、外壁は、レンガ、内部は、モルタルと石の混合物で作られた構造物。ありがとうございます。